どうもアンソニーです。今回の動画は今が始め時おすすめアプリゲーム、周年やコラボなど豪華なイベントを開催していて今が始め時なおすすめスマホゲームを紹介するコーナーです。2022年も残すことあと1ヶ月となりました。12月のおすすめアプリ特集第1弾は豪華な周年コラボイベントを実施するスマホゲーム計7タイトルをご紹介。それでは早速見ていきましょう。白猫プロジェクトチェーンソーマンコラボ、コロプラさんから配信中の本格 3D アクション RPG、 無数の島が存在する世界が舞台の壮大なストーリー、プニコンを使用した片手でも楽しめる簡単操作のアクションバトル、幅広い育成要素やマルチプレイが魅力のタイトルです。そんな白猫プロジェクトは今期の派遣アニメチェーンソーマンとのコラボを開催中。デンジ、早川明、パワー、マキマがキャラガチャに登場。コラボ期間中に本作のために用意された演出のガチャを1日1回引くことができます。見知らぬ世界へと飛ばされたデンジたち、公安大麻得意4課のメンバーたちによる本作ならではのオリジナルストーリーも必見。その他コラボクエストやミニキャラがついたコラボ開催記念ジュエルパックの販売なども行われています。気になる方は概要欄からチェックしてチェーンソーマンコラボから白猫プロジェクト始めてみてはいかがでしょうか。ドラゴンボールレジェンズレジェンズフェスティバル2022、バンダイナムコエンターテインメントさんから配信中。ビレー 3D グラフィックのドラゴンボールキャラクターたちをスワイプで自由に動かしながらアーツカードと呼ばれるカードをタップして攻撃するアクションバトルを楽しめるタイトル。全世界同時通信対戦可能な PVP モード、プレイヤー2人で協力してボスを倒す共闘バトルといったマルチプレイも楽しめます。そんなレジェンズは今年最後の祭典レジェンズフェスティバル2022を開催。まさに始め時なキャンペーンを多数開催していますので、その中からピックアップしてご紹介します。最大300連の無料ガシャ、ログインボーナスでレジェンズフェスティバル記念ガシャチケットを手に入れて、海王拳孫悟空やゴールデンフリーザなど強力キャラが輩出されるガチャを無料で回せます。レジェンズリミテッドキャラクターが1体確定ガチャ、10日ログインするたびに 10 days 1 レジェンドリミテッドガシャチケットをプレゼント、40日ログインして最大4枚のチケットがもらえます。この他にもスーパーサイヤ人4、孫悟空&ベジータが参戦する超豪華なステップアップガシャを実施するなど、2022年最後のイベントにふさわしい内容となっていますので、気になる方はこの機会にレジェンズ始めてみてはいかがでしょうか。ワールドフリッパー3周年イベント、サイゲームズさんから配信中、ノンストップ体当たりアクション、ドット A のキャラクターをピンボールの要領で打ち出して敵にぶつけて攻撃するアクションバトルを最大3人のプレイヤーで楽しめます。そんなワーフリは現在3周年イベントを開催中、その中からお得にガシャを引けるイベントをピックアップしてご紹介します。最大250連無料ガチャ、ログインするだけで1日1回10連ガチャ無料キャンペーンを実施。流星祭ガチャ、星5キャラの出現率が通常ガチャから 1.5 倍になった特別なガチャを開催、もちろん限定キャラも登場します。みんなでチョイス、期間中1回だけ星5キャラ3体と育成素材がもらえるみんなでキャラチョイスを開催。3周年を記念し一部限定キャラも交換対象となっています。この他にも新たにゲームを始めたプレイヤーや復帰勢に青銅石最大1万個と育成素材を配布するハローログインボーナスを開催するなど、まさに始め時、気になる方は概要欄からチェックして3周年の機会にワーフリー始めてみてはいかがでしょうか。ロマンシングサガリ・ユニバース4周年記念イベント、スクエアニックス暁さんから配信中、不築の名作 RPG ロマンシングサガシリーズのスマホ向け RPG、歴代シリーズのキャラが登場するストーリー、シリーズ定番のシステム、ひらめき、連携、陣形、各キャラクターの持つスタイル、ロール、アビリティを駆使した戦略的なバトルを楽しめる作品。そんな本作は現在4周年記念イベントを開催中。4周年ログインボーナス、初回のログインで3万ジュエル、そしてその後30日間のログインで合計4万5000ジュエル、さらに60日間のログインで最大合計630連ガチャ分の4周年記念10連プラチナチケットを獲得できる超豪華なログインボーナスを実施。この他にもロマンシングサガミンストレルソングリマスターの発売を記念したキャンペーンで追い配布を行うなど、石の配布量が多いことで知られるロマサガですが、1年の中でも一番多く配っているのではないでしょうか。とにかくガチャをたくさん回したいといった方は概要欄からチェックして4周年の機会にロマサガ始めてみてはいかがでしょうか。ヘブンバーンズレッドウィンターキャンペーン、
WFS キーさんから配信中、クラなどエンジェルビーツなど名作アニメゲームを手掛けた前田純さんによる約15年ぶりの完全新作ドラマチック RPG、 通称ヘブ版。謎の生命体キャンサーに支配された世界が舞台で、決戦兵器セラフを操ることができる少女たちの戦いを描く泣き芸のカリスマ前田純によるストーリーが全編フルボイスで展開します。そんなヘブ版ですが、冬休みにやり込むには嬉しいウィンターキャンペーンを開催。最大20回無料ウィンターキャンペーン記念ログインガチャ、期間中1日1回最大20回無料でガチャを引けるキャンペーンを開催。記憶の迷宮、宝珠の迷宮クリア応援キャンペーン、期間限定ミッションクリアでクォーツが最大1500個獲得できます。加えてボードミッションをリニューアル、万能スタイルピースや SS スタイル確定ガシャチケットなど豪華報酬がもらえます。さらにヘブン・バーンズ・レッドが Google プレイベストオブ2022にてベストゲーム2022ほか全3部門を受賞したことを記念してクォーツ3000個をプレゼントしています。期間限定イベントも更新されたので、始めるにはぴったりのタイミング。2022年にリリースされたアプリの中で Android ユーザーから最も評価の高いヘブ版、始めてみてはいかがでしょうか。ドラゴンクエストケシケシ、スクエアエニックスさんから配信中、大人気 RPG ドラゴンクエストシリーズ初のパズルゲーム。ドラクエシリーズに登場するキャラクター、モンスター、アイテムたちがドラ消しと呼ばれる消しゴムとして登場します。豊富なスキルを駆使して縦横3つ以上ピースを揃えて消していく簡単操作のパズルを楽しむことができます。そんなドラ消しは現在1周年を記念したキャンペーンを開催。1周年記念ログインボーナス、期間中に14日間ログインすることで最大15000ゴールドと20連分のファーストアニバーサリードラポンコインを獲得できます。本ガチャはシリーズイベント限定で登場したドラ消しから厳選されたキャラが再登場する豪華な内容となっています。天空の花嫁と魔界の王ログインボーナス、周年イベントと別にドラクエ5とのコラボイベントを開催。ログイン初日に星4伝説の魔物使いのドラ消しがもらえるほか、最大1万ゴールドやスキルの種を獲得できます。またコラボガチャとして花嫁ビアンカ、星5花嫁フローラ、星5花嫁デボラのドラ消しが登場しています。今回紹介したアプリの中では比較的サクッと遊べますので、隙間時間に遊べるゲームを探している方は1周年の機会にドラ消し始めてみてはいかがでしょうか。影の実力者になりたくてマスターオブガーデン、現在テレビアニメが絶賛放送中、影の実力者になりたくてが 3D アニメーション RPG としてスマホに登場。基本オートで進行するバトルでは、ハイクオリティの 3D グラフィックで作られたキャラクターがド派手に動きます。またアニメストーリーをフルボイスで追体験できることはもちろん、シャドウの下を離れた七影の空白の2年間を描く相沢大輔先生完全監修のシナリオを楽しむことができます。そんな影マスは現在リリースを記念してログインボーナスと事前登録報酬を合わせてガチャ20連分以上の石を配布中。さらに初心者ミッションクリアで SS ローズオリアナを仲間にできます。アニメで熱が高まっている方はリリースしたこの機会に影マス始めてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。この他にも皆さんの気になるアプリ、動画の感想、動画で紹介させていただいたタイトル以外でも今始め時だよというスマホゲームがあればぜひコメントで教えてください。それと僕の方のチャンネルではポケモンスカーレット、バイオレットの攻略情報をアップしていきますので、ポケモン買ったよって方はこっちにもぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。